久保さん日本旅行にしましまょうか <laughs> いやね、ちょっとね、まあ、さっきね、ちょっとね、謝罪動画を撮ったんですけど、まあ、昨日の22時にですよあの、お金あげますと、ギャラお支払いしますみたいに、ちょっと煽ってね、あのーまあ、恨める前に登録すると、ちょっと企画発表しますみたいにやったんですよ。で、その企画の内容が、読者さんの,あのお悩みについてご相談させていただきます、無料で。 で、コンサルは有料ですけど、無料でさせていただきますと。L の部屋に関しては。まあ、この番組作ったんでね。で、あのー、番組に採用されたら、えー、ギャラ申し払いしますと。で、100円ですと。でも、その100円が少なかったんで、100円は一般的にあんまり言ってなかったんですよ。ギャラもらえますとはい、あげますとか、お金あげますとて言ってたんですけど、100円っていうのがちょっと少なかったんで、表上では言ってなかったんですよ。で、昨日、蓋を開けたら、 まあ考えてみないそりゃそうだよねと思うのがあって昨日22時に送ってで朝起きたらね4人しか来てなくて「4人ですか?」みたいな <laughs> でまあちょっと午前中何2人来て今6人来てるんですよでも6人なんですよねでもこ,この前僕はあの有料の商品売った時はあの40人以上買ってくれてるんですよだからもう10分の1ですよねで まあ、有料の商品が40人以上売れていて今回無料企画です無料相談も乗るしお金もあげますだなわけですから未然には切らないわけじゃないですか1円もで4人まあ朝起きたら4人だったんでマジかみたいなね <laughs> だからまあちょっと反省点としては、まあ、ギャラ少なかったなとギャラ少ないのにギャラをあったのがちょっと良くなかったなっていうねちょっと今謝罪動画を撮ったんですけど まあそれすらネタにするっていうね <laughs> う失敗もチャンスに変えるというかネタにするっていう僕のあれなんですけどでもメルマガには登録してますっていう一歩は踏んでるわけじゃないですかで今回僕の企画なんかはもう僕のメルマガに登録しているまあメルマガ登録料も無料だしでその一歩は踏んでね登録してるわけじゃないですかで登録したってことは何かしらの悩みはあるはずなんですよ 今、億万長者で、えー、裕福に暮らしていて、自由自的に暮らしていたら、僕のメルマガに登録することはほぼないと思うんですよね。何かしらの悩みがあるはずなんですよ。なんだけど、その2歩目、まあそういう、まあチャンスといったら上から目線で申し訳ないですけど、まあそういう場を与えてるんだけども、来ないっていうね。2歩行きましょう。<laughs> 2歩行っていただけるといいんじゃないかなと思います。ね、久保さんもね、 多分いると思うんですよねな,な,な,んかなんかねライブで見たかな,なんか成功する人と成功しない人はなんかね久保さんがなんか言ってたような気がするんですよねなんかその A さんと B さんみたいな即下塾に入って、まあ、それちょっとセールスも入ってセールスしてないけどセールスの部分あると思うんですけど即下塾に入ってる人と入ってない人で A さんは即下塾に入ってこういうふうな前のめりでこうなってこうなってこうなってます一方 B さんはあの、まあ、僕の動画を見てるんだけども もう今も変わらないみたいなね。で、なんかそのなんか、その A さんと B さん、結果が出てる人と結果が出てない人に同じような質問をして、じゃあ結果が出てる人はこういう回答して、結果が出てない人はこういう回答なんです。で、結果が出てない人はそっか自入ってませんみたいなね。なんかそういうのをなんか取ってたような気がするんですけどやっぱね、前のみりじゃないとね、久保さんの動画をただ見ている、メルマガを登録している、終わり。 まあ確かに一歩はね、なんか久保さんの動画を見るっていうのは一歩だったりとか、メルマが登録するっていうのは一歩かもしれないですけど、その一歩だけだと、まあその一歩も大事ですよ。一歩も大事だけども、それだけだとね、稼げないですね。うん、もう二歩ですね。もう二歩ですよ。二歩力ですよ。だって久保さんも前のめりだったじゃないですか。どう考えても。どう考えても、あの、山口陸の24時間ライブ。 前のめりでしたね、完全に。一番前のめりでしたね。そう朝9時からね、広島の久保ですと、ソカシグの久保ですみたいな。<laughs> 朝9時からコメント入る入る。だから久保さんが一番多分、まあライブやっててコメント残した人なんじゃないかなと思いますけどね。前のめりで。<laughs> もう一歩じゃなくてもう何千歩も前のめりで、ね、コメントしてましたから。まあ結果的にね、 まあ久保さんは他の人と全然違う結果で家も買いましたしね。うん。だから一歩じゃダメっすね。まあ一歩も大事なんですけどね。一歩行くんだったら右足一歩出たら左足一歩出せっていうね。右足一歩だけじゃ、まあ稼ぐことは難しいっすね。うん。いってらっしゃい。